作れるようになったということで、明けましておめでとうございます。お雑煮を作ろうみたいな、いや違います、お雑煮を作れるようになった。どういう企画？企画の名前ってなんかそういうやつじゃないよ。いや、ま、でも事実としてはお雑煮を作ろうというより僕の今の現実に近いのはお雑煮を作れるようになったっていうのが今一番そのこの企画にぴったりな。 YouTube もちろん勉強した方がいいよ本当に。作れるようになったありがとうございましたじゃん。いや違う、というのも何が、今これを撮影したのが1月3日三が日、はい、2日前の元旦に、はい、なんと僕、うん、人生で初めて自分でお雑煮を作れたんですね。初めてです。32年間生きてきて味なんでもいいし何入れてもいいか初めて。そのでも今までの僕には考えられないものというか、お雑煮なんて正直もう10年近く食べてません僕。わかんないけど覚えてないけど8年ぐらい8、7、8年。なるほど、実家出てから食べてた、はい、そう、なるほど。要はその自分の母親が作ってくれたお雑煮、うん、とか誰かに作ってもらったお雑煮しか食べてこなくて、うんうん、で今もう帰省とかもなかなか、ね、できない時期だし、うんうん、世話しない日々に追われて経済的にもまだまだね、その経済的とか関係ないんだろ。なんかお雑煮を作る余裕が僕の中になかったというか、お雑煮を作るポテンシャルが僕の中になくて、でも昨年、うん、ラフターナイトチャンピオン大会優勝して関係ねえだろ、その賞金が、お雑煮の話に繋げんじゃねえぞお前。そうで、ラフターナイト優勝の話、その時に賞金が12月の頭に50万、はい、1人50万入って、そうだね、賞金100万、いろいろ思うところある中の一つに、ちょうど年の瀬だったんで、今なら俺お雑煮作れるかもみたいな。じゃ関係ないだろ。そのラフターナイトの優勝関係ないだろお前。いやなんか優勝後の変化はありますかで、ね、うん、お雑煮を作れるようになりましたって言うなよお前。今ならわかるんですけど、なんかふっと思ったんですよ。心の余裕とかができて、1ヶ月後もしかしたら俺はお雑煮を作れる自分になってるかもしれないみたいに未来の自分を予想してる。でちょうど時を同じくして、うん、僕たちがやってるラジオ物語っぽくちょうどそれと時を同じくして、そう、僕らの身に降りかかった出来事として、年末に僕らがやってるラジオ、SBS ラジオ静岡放送モープッシュっていう、サスペンダーズのモープッシュ、まあ、サスペンダーズモープッシュっていうラジオ番組に、うん、年末最後の収録をした時に、うん、SBS の社員の方が、はい、あのスタジオに来てくださって、はい、しかもお世話になりましたって言って、はい、僕らとスタッフさんにそれぞれ、はい、この佐藤の切り餅1キロを、はい、あの1袋ずつ全員にくれたじゃないですか。1キロずつ配って正直もう僕の中ではあの運命としか思えないけどお雑煮を作れるかもしれないって思ってる時を同じくして、じゃあ餅を今年は餅を買わなきゃいけないなって思ってた時に、その神からのプレゼント、神様からのプレゼント、神様がその SBS の小島さんという天使を通じて僕にお餅というプレゼントしてくれたんだっていう、じゃあもう作るしかないんじゃないかということで、運命を感じた、運命を感じたんですよこの佐藤の切り餅に。で1月1日元旦に一念発起して、まあ正直前日から準備しました、大晦日から全然その お雑煮の作り方と買い物、元旦ちょっとスーパー閉まっちゃうんで、あ、そうか、確かに買い物をしてそのまま買って準備をして元旦忘れもしません、2023年の1月1日の午前11時、一昨日なんだ、午前11時、昔の時に言うお雑煮を作れたんですよ僕。お雑煮だからどうした、お雑煮をだからどうした作れたんです。何の動画なんだ、お雑煮を僕も本当に嬉しくて、今年は飛躍の年になるぞっていう風に関係ない、本当に嬉しくて、さす
が自分が自分の手でお醤油を作れるようになるなんて何って2023年これ何かが明らかに違うぞっていう感動したんですよ僕は。感動してで知らねえよ。でもうこれはもう相方の伊藤にもそれを分かっちゃおうじゃないかということで今日まだ三が日なんで僕が作ったお雑煮を伊藤に振る舞いたいと思います。いやいらないです大丈夫食べてくれ大丈夫大丈夫。まだお餅もあるしこれを伊藤が食べることで確実に2023年サスペンダーズがとんでもないことになるっていう。関係ないマジで。だからねちょっと僕のお雑煮を今から伊藤に振る舞いたいと思います。え、なんでどういうこと。調理を開始します。あ、作るの調理開始です。はい、ということでまず古川流お雑煮の、準備を始めたいと思います。はい、まずですね机を出します。机どこ行ってんだお前。机をおい机を出します。俺が揚げた机、はい、伊藤からプレゼントしますね。で、人参人参そこ置くなよ。人参をここに置くな、お前。これな、シックスパックの時に、どっちが前後してるか分かんないけど、シックスパック計画の時にあった人参2本、ここで生きてきます。伏線回収。人参、伏線回収の人参、そんなとこに。人参1本。はい。あ、人参入れるのね。で、麺つゆ。はい。あと、本だし。おだしね。おだしの。ここキッチンじゃないよな。カレーパック。なんでここキッチンみたいな。ここはサブキッチンです。サブのキッチン。メインキッチンがあるんで、で部屋の中に僕はサブのキッチン、サブキッチンがあります。で醤油、味塩、うわ怖いなこの調味料。でお餅は一つでいいかな、とりあえずまあ一つでいいよ、うん、お餅一つ、うん、一人前というか。でメインキッチンの方に、ああメインキッチン、はい行きましょう。冷蔵庫で、うわ、汚い。鶏もも今日買ったやつです。大丈夫？今日買いました。今日買って、僕はちょっと昼ご飯に半分使って、その残りです。今日買った鶏もも、もも、胸かもも、どっちか。胸っぽいな。胸で。じゃあ、むしろ胸で。じゃあ、あと、大根。うん。大根。大根、はい。大根。はい。で、調理器具、うん、まな板、はい、ちょっと待って、うん、あ、大丈夫、これは大丈夫、これは水洗いは一応します。あ、ほんとで、洗剤とかで普段もちろん使い終わった後、うん、洗ってます。不安だな。で、包丁が4本あります。おぉ、家に多いな。おそらくこれが一番小さいのが切れ味がいいです。そうなんだ。包丁、はい、気をつけて運びます。あとお鍋か、お鍋と蓋、うん、あと味見用の、うん、スプーンと小皿、うん、持っていきましょう。はい、ということで、うん、ここで水を入れておきましょう。ああなるほどね、ここで水を入れていく。ここで水を入れていく。ちょっと待って、はい、大丈夫か？大丈夫、ね、あ、これはもう洗い済みです。大丈夫だね。はい。フルカンチってまだスプーンないんだっけ？スプーンは、あ、僕のじゃないスプーンがあります。うん、軽量スプーンをスプーンとして使ってる。あ、スプーンとしてます、僕は。お水はまあ一人分だったら大体、300ミリから350ぐらい。なるほど。もうこれも適度に。なんとなく、うん、こんな感じかなということで。はいはい。お雑煮はいろんなスタイルがあるじゃない、はい、地方によって、うんうんうん、どういう古川の実家のスタイルを引き継いでるの結構。あ、全然違います。あ、全然違うんだ。全然違う味がしました。全然違う。でも美味しかったです。なんとなくお雑煮作り方で調べて、うん、あ、なるほど、ね、一番お手軽そうな、あ、なるほど、僕みたいな人間でも作れるんだっていうのを思ってほしいんで、うんうん、はいはい、一番ハードルの低いお雑煮、うんうん、めんつゆでどうやら作れるらしいっていうことが分かったんで、醤油味タイプのね。そうですね、ちょっと澄んだおつゆタイプの、うんうん、はい。で部屋に戻りましょう。メインキッチンで準備は終わりました。はい、ということで、はい、で IH
IH IH そこ置くな IH じゃそうね IH に、僕のサブキッチンでの調理になるんでIH、はい、まずじゃあ湯を沸かす、湯を沸かします。加熱湯を僕やり方がこれがあってかわからないですけど僕なりのやり方で、うん、まあまあ本出し、はい、1人分だったらこれ顆粒、うん、パック、うん、人袋はいらないと思うんで、うん、まあ半分ぐらいささっと、はい、本出しを入れます。はいはい、で蓋をします、はい、でこの間に、はい、具材を切っていきましょう。できてないこれで完璧です。あ、もうお出汁のいい匂いがしてきました。で、あ、ピーラーが、あ、野菜を洗わなきゃ。さすがに目まぐるしいな。メインキッチンで全部やりゃいいんじゃないのか。メインキッチンもあまりなんでこんな移動しながらやる。人が動けるスペースがメインキッチンあまり今確保できてないんで。あ、片付いてないってことか。野菜を洗います。あ、でピーラーピーラーも洗いましょう。はい、ということでサブキッチンに戻りましょう。めんどくせえだろこれ。もうでもメインキッチンに用はあります。本当、はい、もうあとはサブキッチンですべて完結します。この間に、野菜を、はい、などを切っていきたいと思います、はい、ということでまず軽くヘタを切りますね、はい、先端とこっちに落として、はい、人参、ゴミ袋の手は洗った手はそれか手は野菜を洗ってる時に同時に洗ってる。でも、うん、手は洗った帰宅した時にまず洗う。いや違う、料理する前に洗ったかって聞いてる。でも料理をする直前にトイレに行って嫌だな。その時手はしっかりと洗った。トイレむしろ洗ったってこと。むしろ、うん、普通通常よりも人参の皮を剥きました。人参を絡まず切っていきましょう。もうこれは適当にどんな切り方でも構いません。好きな一口で自分の食べたい大きさのサイズ。僕はこのサイズ怖っ。僕はこのサイズ。今って怖っ。ちょっと待って、1本使う。いや、ちょっと1人1本食うの。1人1本、ちょっと今日はじゃあ大盤振る舞いで。いや、いらねえ。1本も食いたくねえ。大盤振る舞いで。人参汁じゃねえから、これ。いらねえ。最悪だ。おい、1人1本食わねえって。いらねえ。縁起が良さそうだしね、人参。大根ね、どうで切ったんだよ。大根はじゃあ、うん、まあ、こんぐらいの大きさに、うん、で、うん、これをカットして、うん、ピーラーで。この間に変化が、あ、お出汁が沸騰してきてますね。ちょっと火を弱めましょう、うん、でピーラーで大根の方を剥きまして、うん、量は本当に好みの量で、今日はちょっと人参をたくさん、いや多いって。大根切って分かった。大根、はい、大根ですら一人で食べるとしたら結構な、はい、うん、確かに、うん、おでん屋さんで結構大きい大根だなっていうぐらい、うん、確かにね。はい、ということで、いや多いだろ。野菜が切れました、はい、まず野菜を、うん、入れることで、うん、鶏肉を切るスペースを作りましょう。美味しくする理由でやってほしいけどな。先に入れた方がいい。スペースをこれで入れるとか大丈夫か今。カレー作んないとおかしい量だろこれ。ちょっと野菜は本当にお雑煮なわけ。具だくさんね。野菜が多い方が栄養たっぷりで。これを蓋をして少し野菜が入れたことで中の
お湯の温度が減ってると思うんで気持ち温度を、増やして、で鶏胸肉温度減るとか増えるとか言って温度が減るので怖っで鶏胸肉、うん、胸肉も量もね本当にお好きな食べ盛りの方だったらたっぷりと自分がそんなにっていく方だったらもう本当に一つ二かけられいいかと思うんですけど、鶏胸肉を切りまして1枚入れるってこと？これをそうですねこのまま、すげえ量だなこれお前一人でこれを見てるとこのままなんかチキンカレーを作りたくなってくるんですけど、いやそうだろ、なんかカレーっぽいんだよこれ。チキンカレーを作りたいっていう気持ちはグッとこらえて今日はお雑煮を作ります。いや量おかしいだろ。でこれでしばらく、煮立たせます。ああなるほどね。はい、少し待ちましょう。はい、その間に片付けましょう、うん、あ、いいね、効率いい、効率がいいです僕の料理の。メインキッチンへ向かいましょう、はい、向かうんじゃねえか結局で、はい、使い終わった食器、もういらなくなった食器を洗いましょう、うん、この丁寧に洗いまして、この部分をねちょっと気をつけながら水洗いをしまして、はい、ということで、ちょうどこんなところに、うん、ちょうどこんなところにサランラップがありました使い終わった大根はちょうどじゃなくてさ、ちょうどよかった。じゃあ置いておく場所決まってないとおかしいじゃん。サランラップに大根をなければ使わなかったみたいな、ちょうどよかったですね。この大根はまた別の料理に使えるかもしれないんで、うん、入れておきましょう。使えるだろう可能性だけなんじゃあサブキッチンに戻りましょう。すいません、天気がさ、寒気気味で電気消すの下手なの。ちょっとまだあの電気回路の電気が慣れてなくて、はい、しばらく。あれでもどう、お出汁と野菜と、うん、肉と、いい香りがします。全部言っただけじゃない。アクを取ってもいいかもね。ちょっと待って、今ひらめいた。違う、ひらめいたじゃなくて、違う、お前が一回作ったんじゃないの、それを出すんじゃないの。この調理の感じもまだ進化する。俺はアクを取ろう。今ひらめいた、アクだ。メインキッチン行くんかい。メインキッチン何回行くんだよ。だからメインキッチンでやれってこれ。そうなあ、アクを取ろう。すごいひらめきだ。どんどん進化していく俺は。アクを取る用のスプーンと計量スプーン、それ、うん、アクを受ける用のコップ、うん、これ持って。そうだ、僕自分自身で作った時には、うん、アクを取らなかったんですよ。アクを取るっていうのはいいね。今この本番の中で進化していく。素晴らしい。そうだよ、アクを、これがいわゆるアクっていうやつですよね、うん、このアクを取っていきます。煮立たせつつ、あ、すごい、で僕が食べた時より美味しくなるよ。え、ちなみに具材とかは一緒？具材は一緒です。調理方法もほぼ一緒です。少しかき混ぜてみてもいいかもしれません。アクがなくなったことでどんどん透き通って、まだまだでもアクが出そうな感じがありますね、うん、蓋をしてアクが出るのを待ちましょう。アク出るの待ってるのかね、これ。ちょっとアク待ちで。そうですね、その間にこれ出ないんじゃなかったっけ。確かに出ないとはされてます、ね、あの、はい、芸人雑誌のさ、はい、撮影の時に、はい、夏かスイカを持ってきてくれて、はい、食べてるところ撮りましょうっつって、はい、塩が
置いてあるからじゃあその塩かけて食べてみましょうみたいになって、うんうんうん、ここね、うん、塩が固まってしまって味塩かけようってなって逆さにしても一粒も塩が出てこないっていう事件がその塩は確実に入ってんのに塩が落ちてこないって不思議な味塩がでも今はね塩の音がします。あ、本当塩が味塩の中で揺れている音がしますはい、ということで、アクがまた出てきました。ここら辺にちょっとアクが集まっていますんでこのアクをいいですね。まさか自分がそのアクを取れるような人間にこれでもアク取れるんだなっていうどういう生き方してるけどスプーン一つあればアクが取れるんだ。素敵なことですね。あーでもいい感じに煮え立ってきたのかな。まだでも野菜の方は硬そうなんですけど、はい、ということでしばらくこの煮立たせまして、はい、こんないい感じになってきて、うん、まあ、こまめに様子を見つつちょっと野菜の硬さなどを確かめていきましょう、うん、どうやってここから一つぐらい拾って、うん、人参を拾いますでこの味見用のこのスプーンは口つけずに、うん、こっちであの、なるほどね、うん、どう、あ、結構ね、もう柔らかくなってきてて、おこの時点で結構美味しいです、お出汁の。そうか、まだ出汁しか入れてないんだね。そうなんですよ、でも十分いい感じで、うん、大根も開いまして、うん、開いてこの作業の中で、うん、このもし多すぎたりしたら、うん、これを減らすっていう味見の量を多くすることでこの鍋の具材を減らしていくっていうのももう一つありかもしれません。いや、適量入れりゃいいんだ。どう、かなりちょうど味が染み込んで柔らかくなってる段階なので、うん、少しここから味付けの段階に、はい、味付けのフェーズに、うん、あります、弱火にしまして、うん、正直この強火弱火にするとかあの野菜を入れるタイミングとか肉を入れるタイミングとか、うん、完全にあの何も予備知識なくやってるのでこれでレシピ見たって言ってなかったな。あ、でもざっくりと見て、うん、あ、こんな感じなんだっていうのを掴んで、うん、もう独学でやってるわけなんで、なんで独学でやるんだよ。これの料理の手順に関しての誹謗中傷はちょっとなんか、まあアドバイス、温かいアドバイスとか全然嬉しいんですけど この作り方で炎上しねえよ。炎上とかはちょっと避けたいので誹謗中傷などはしないようにお願いします。誹謗中傷なんてどこでもダメだよ。関係なくダメだよ。めんつゆを軽くもうドバドバと入れずに、うん、もう普通のめんつゆですね。これは昆布のめんつゆですけどなんとなくさらっと入れてで、かき混ぜます、はい、で、これでまた味を見ていきます、はい、味を見つつ分量を決めてないので僕は味を見てレシピ見たのは何だったんだよ。じゃあ何を見たんだ。材料だけ確認したってこと。世界観だけをお雑煮の世界観だけをざっくり世界観に触れました。お雑煮のお雑煮の小説読んでんじゃないんだからすごいお雑煮の作り出す世界観に触れてでちょっとすくってみまして、うん、ここによそってちょっと、はい、ああなるほど、うん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 、どう、いや、いい味ではある。はい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 、いいんですけど、うん、でも僕は結構あの塩味が好きなんで、うん、で、めんつゆって少し甘みがあるじゃないですか、うんうん、で、そのいい味になってきてはいるんですけど甘みが少しまあ気持ち強いかなっていうところがあるんで、うんうん、それを塩味で、うん、あの対抗していく対抗ってなんだよ。じゃあ
はい、という意味で戦闘を繰り広げてるわけじゃないんです。甘みのない、甘みを一切排除した醤油そして塩で、この昆布つの出す甘みに、対抗していき、対抗って考え方って拮抗させていく、均衡状態を作り出すっていう、ことを作業に入りたいと思います。でもあくまで、うん、しょっぱすぎないようにこまめに、うん、ちょっとちょろちょろと入れていく感じで、うん、まあ、水を足せばいいんですけど僕はなるべく少なめに入れてちょいちょい足していくという、うん、形をね取ってます。塩と醤油を足すことで味を自分の好きな味にカスタマイズしていくという、うん、ことですね。これをかき混ぜます。うん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 、いいですね。だいぶ匂いとかはもう完全になんだよ、完全に何、完全ちょっと皆までは言わないですけども、言えよ、わかんないから。はい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 、飲みすぎだろこいつ。うんうんうん、まあ今回ちょっと甘みが、うん、強いかなっていうのもあるんですけど、うん、それはそれでまた一興みたいな。あ、でも飲みやすいですね、非常に。日本酒かよ、なんだよ飲みやすい、飲みづらいのなんて作んなよお前。飲みやすいです。飲みやすいのしかねえだろ、そこに。スイスイいけます。飲みづらいのそこになんてねえよ。塩をね、ちょっと足すことで味の、塩大丈夫か、すげえ振ってるけど。いや、でも振ってる量に対して出てる量がそんなにそのバランスが取れてない塩なのでこうやって味を整えていきまして、またこいつ飲みすぎじゃないの。はい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 、うんうん、まあでもこれぐらいの甘みがあってもいいか。うん、美味しいですよ、スープとしては。あ、じゃあいい。餅どうすんの、なんか無視してる気がするけど。鶏肉を開きましょう、一度。開うっていうのなんか、それ使わねえんじゃねえのか、うん。美味しいです。よし、ここで、うん、ちょっと火を強くしまして、うん、いよいよ新内登場。お餅の登場です。はい、お餅を、まあ、これ焼いてもいいんですけど、ああ、いろんなタイプ、焼いたタイプありますけど、うん、僕は結構家で食べさせてもらってた時とかは、うん、家でお雑煮を食べさせてもらってた時とかは割ともう焼いてないとろっとした状態のお餅だったんで、うん、はい、それも自分のルーツその取り入れることで、その自分の根源を忘れてないよ。緊張してんの、どうしたの、何だろう。ルーツって何、何の話してる。ルーツの部分を取り入れることで、あの、より自分らしいお雑煮にしていきたいと思います。ということで、お雑煮を沸騰したこの完璧なスープの中に投入します。いいですね、新しいその転校生がやってきて、そのみんなに仲良く仕上げてねというような気持ちを込めて、この 中心に添えてあげて、学 校、はい、学校と捉えて、学校と捉えるもよし。その中心にお餅を据えて、もうこっからは早いですから。いや、早いかな。これで蓋をしまして、うん、もう1分2分待てば、うん、もう餅が食べれる状態になります、正直。うん、正直ね。待ちましょう。で、箸を準備しましょう、この間に。はい。箸がちょうどこんなところに。いや、違う、汚ねえだろ。でもこれは清潔です。ちょっと待ってくれよ。いや、あの、あれ、このビニールに包まれてるんで、ちょっと待って、今どこになんだちょうどこんなところに、こんな足嫌なんですよ、今日はラップもちょうどいいところにあったし運がいいですね。
ちょうど冒険してんじゃないんだからさ。ちょうどこんなところに割り箸がありますんで、これを大丈夫かよこれ。これあと器ね。あ、これは僕が購入した。え、ちょっと待って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 。金で購入した。違う、これは大丈夫。綺麗なの。なんか一回も使ってません。正直。この日のためだけに購入したものです。何にも使ってません。いつ買ったの？あ、今日です。もう数時間前に購入した器。怖っ、ここに1個だけ置いてあったの。水洗いだけする？じゃあ。うん、してよ。ちょっと、食事する方からの水洗い要求がちょっとありましたんで。水洗い。クレーマーみたいにしないでくれ。水洗いをどうしてもしてほしいということで。水くぐらせます。くぐらせるじゃないの。まあいいけどちょっと怖いな。でも本当に作ってないんで。まあ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 。新品今日買ったんだ。今日買いましたって。やっぱり嫌がるだろうなっていうのは。僕も僕としてもさすがに。いや別にちゃんと洗ってるんだったらいいけどさ、なんかその洗ってなさそうなんだよ。まあそこはね、そこの衝突を避けたかったんだ。ああ、そんな間にも。え？水にくぐらせてる間に。もうまさか。あれ。あ。あれ？お餅が、うん、あ、まだ大丈夫。もうちょいでしょ、うん、そうだ、少し火を弱めよう。で、こっからは一瞬の余談も許さないというか。そんなことねえよ。あっという間に餅はやっぱ溶けてしまうので、その、見守ってやりながら一番いい食べ時に作り上げてあげるっていうのも僕らのする重大な任務です。何言ってるのこいつ。あ、でもいいよこれ相当。ちょっと何がなんかね、うん、もうほぐれてきて、うん、外面が外面がほころび出したら。ちょっと待って、わかんない。何、外面がほころぶって。お雑煮作りで聞いたことないんだけど。餅の外面がほころび出したら。ちょうど食べ頃です。急いで作り上げましょう。急げ、ほころ、急いで。ほんだ？外面がほころび始めてるんで、急いですくい上げ、まずお餅をすくい上げてあげて、そこで好きな具材を、うん、バイキング形式で。おい、お前今取ろうとしたの。取るなよ。後で僕が拾って洗って食べます。あ、いいね。相当いいよ。ちょっと人参もね、たくさん。人参いらねえよ、こんなに。あ、これいいんじゃない。で、スープも、スープも出してあげて、で、ここでお餅が、お餅は一番最後でもよかったかな、主人公なんで。お雑煮この一番デンと鎮座させまして、そして、うん、つゆも足して完成でございます。これが僕のお雑煮です。見てください、うん、どうですか。まあまあ。じゃあ早速ね、そんなに美味しくなさそうなお雑煮ができたなって。いやいや、見た目はね。これ見た目そんなやつの方が美味しかったりするんで、ぜひこれを相方にである伊藤に食べていただきたいと思います、はい、じゃあ食べます。では実食へ移りましょう。はい、ということで早速お雑煮が完成しましたんで。ゴミ箱が近い。ゴミ箱たちが近いよ。まあそうですね。グーの音も出ないですけど、返す言葉も言い返してくれよ。返す言葉もちょっとないですけれども、でもその先ほど剥いた人参の皮も近くにありますので、そのこういう家庭を経たんだっていうのを身近、人参の皮を身近に感じながら感じたくないんだって。まあゴム箱で遠くにしてもいいと思います。はい、もしゴム箱が近いのが嫌だったら嫌だろ全員して。ということで、なんか机もテカ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 してるぞ、なんか来たね。早速ね、食べていいの？どうぞ食べてください。僕の共に2023年このお雑煮を食べれればとんでもないことになると僕は神の啓示を受けましたんで、
じゃあどうぞ、バナナマンさんが組んだ時に日村さんが言った、はい、俺たち、まあ、すごいことそんなことになるぞって言って電気消したみたいなやつだってねえ、みたいなやつ、お雑煮みたいなやつ、2023年サスペンダーズの、どうしよう、じゃあ、はい、お餅からいって、あ、いいですね、メインの、いただきます。あ、いいね、どうですか、美味しい、おお、いや、嬉しいですね、美味しいですよね、これ、味はどうですか、おつゆの味、あー、ちょっとしょっぱいけど、うん、でも全然美味しい、あー、いいね、うん、ちょっと他の、はい、人参とか大根も味はどうですか、染みてますか、うん、うん、いい、ベストですよね、美味しい、お、これは嬉しいね、大根もまたいい味が、美味しい、あ、うん、いや、これはめちゃくちゃ嬉しいな、ちょっとしょっぱい、でもしょっぱいよ、あ、多分マジ、うん、結構しょっぱいよこれ、あ、普段 これぐらいのやつ食ってる、いや、そっか、いや、これ結構しょっぱい、あ、しょっぱい、うん、ちょっとすみません、うん、ちょっと、あー、確かに気持ちしょっぱかったかも、あ、でもそんぐらいなんだ、うん、あ、いいですね、それを再確認させてもらえるっていうのも自分の味付けが濃いんだっていう、うん、あとはあれでしょ、鶏肉、うん、一番安いやつ買おうとしてるでしょ、どうしてよかった、いや、胸肉だから、うん、胸肉は安いんだ、胸肉は安いの、やっぱ、あ、鶏肉の中だと胸とかももの違い分かってなかったかな、そこはね、ちょっと僕も、いや、ももの方が基本美味しいのよ、油が、あ、そうか、あって胸とももが、胸って結構パサパサ感、うん、ささみ的な、そうそうそう、脂質低いから、あの、うん、野生種とかいうか、あと割とももよりはいいかもしれないけど、そこも課題だね鶏肉の胸とももを見極めようっていう、いや、ちょっと書いてあるから、書いてあるから、ちょっとメモだね、スーパー行った時書いてあるから胸とももいや、でも、うん、味はそれなりにというか美味しいというような評価をいただけたんで、ね、うん、やっぱり非常に嬉しいですね、うん、ちゃんと出汁を作ってる会社とか違う、会社、お醤油の会社どこなんだ、キッコーマンさんとかは本当にしっかりされてる、企業を褒めないでくれ信頼できる会社だなと思いました、そこに帰結しないでくれ企業じゃなくて僕を褒めてくれその企業の結晶をその再構築して再構築というか僕が手作りでねやって手作りで一から作ったお掃除なんで、いや、でも、うんうん、なんかいいですね、ああ、いや、でもこれをね食べてほしかったというか、うん、僕も結構、うん、正月っぽいもの全然食ってなかった、あ、そう、結構ずっと横になって、うん、松屋とか食える時に食うみたいなどういう状態だったんだよ、後遺症でちょっとなんかなるべく横になって、三が日後遺症とか言わないでくれコロナでね住んでましたけど、いや、そういう状況があって、うん、なんか元気になれる気がする、あ、嬉しいですね、うん、それは、うん、だからこれを見てる、うん、まあ、いると思うんですよ、結構その俺ってお雑煮作れんのかなとか私ってでも確かにお雑煮って、うん、本当に何入れてもいいんだって、うん、そうだね、その、だからこそ雑煮雑煮って書いてあるから、味も、うん、醤油もあれば味噌もあるし、そうですよね、確かに、あのこれもカットしてもらっていいんだけど、うん、あの中川ごぼうのカットしてくださいカットしてください、お雑煮の写真見た、あの見ることがない俺の人生で見ろって、あの俺ツイッターのインスタすごい中川ごぼうを更新してるミュートしてないのって
この地球上に伊藤と元祖いちごちゃんのハイパーペロちゃんさんだけだからその地球上にその2人だけなんで、いや見るはずないで、そのお雑煮の写真を見たら伊達巻きが入ってたのよ中に。で俺こんなありえないぞと思って、はいはいはい、引っちゃうと思って、はいはいはい、甘い卵のさ、甘い卵ね、やつが入ってるわけないじゃんと思って調べたら、はい、入れるとこもあんだって。なるほど、もうめちゃくもう本当に何でもいいんだよ、お雑煮に当たるんだ。そう、何本当に何入れてもいいっていうルールらしくて、でもなんかちょっと、うん、お正月の結構形式みたいな感じで、うんうん、ハードルの高い、うん、まあ、気持ちは本当に大変だからね、うんうんうん、確かに。だからそのでそれと同じ日に出てくるものっていうことで、うんうん、なんとなくちょっと格式が高いというか、うんうん、自分なんかが手出していいかどうか迷っちゃう人もこれ見てる方もいると思うんですけど、はいはい、やっぱ一歩ね、僕も全然つい1ヶ月前まで、うんまあ、自分が保存になんて作れると思ってなかったんで本当に何のきっかけで保存に作れるかもって思ったから、ラフターナイトの賞金50万が入ってたことが聞いてるやつ関係ねえって、そこでふと、うん、俺にももしかしたらお雑煮って作れるのかもお金かかるやつでもないそれでなんだよ、一歩踏み出す勇気、うんうんが大事だなと思うんで、ということで、はい、お雑煮を皆さんも作って、はい、食べて、稼げ稼げ